客様第一主義って、うん、なんか俺も社長やってると結構当たり前の言葉で、うん、どこの社長もみんな、うん、こう社税とかホームページ言ってるから、うんうんうん、でもそれの本質って結構深いじゃない、うん、深い そこはどう思ってんの、うんうんうん、やっぱりもともとその、まあ、あのうちがスタートした時に本当そうできてたかっていうと15年前は正直全然できてなかったと思ってでだけど本当にこうライズアップをスタートするにあたってなんだろうなもうこのどれぐらいの、まあ、お客様本当にずっと待っていただいてこう、まあ、申し込みすごい増えてすごいありがたかったんだけど、うん、その分やっぱトレーナーの数がどんどん増えていく中でもうこれ絶対教育だけでは絶対間に合わないっていうことででそれでどうやったかってやっぱりもうある意味お客様第一とかお客様第一を置いた理念を徹底したのね、はいはいうん、でそれによってもう正直そのテクニックとかやってもやっぱもう絶対追いつかないし、うん、でもやっぱりお客様を大切にする気持ちがあれば結構お客様がなんかよく言われるんだけどそのなんでこんな結構ちゃんとこう糖質のコントロールとかも我慢して食事は続けられるんですかとかって聞いてみたら、うんそしたらやっぱりこうトレーナーのみんながやっぱりこうトレーナー あの人がやっぱすごい一生懸命頑張ってくれてるから、うん、もうなんか食べたら裏切るみたいで申し訳ないとかね、うん、本当感じいいよね一緒に本気で痩せさせようとしてくれてる感じが、うん、あ本当、うん、だから基準が採用基準があるんだろうなと思って、うんうん、でもなんかそうなんだよお客様大主義ってうちも例えばコールセンターって電話がすごくなってくると、うんうんうん電話を取るために人を増やさないといけないけど、うん、そのスピードを上げると品質が落ちる、うん、でじゃあお客様大主義って品質を保ちながら電話が取りきれない人数でやるのか、うん、多少品質が追いつかなくても、うん、キャパシティを広げるのかとかいう葛藤があって、うん、結局でもお客さんに見えるのって取った電話の相手がどうかだから、うん、もしかも取れなかったらどうかだからもうそこはなんか賛否両論やっぱ社内でもあって、うんだからやっぱ社長ってなんかそこの自分なりのお客様大主義をなんかぶらさないっていうだからライズアップでいうと返金の話なんかもやっぱ素晴らしいなと思ってやっぱりその結果にコミットするってこれ多分うちの会社もそうだよ高田さんの会社も全部多分やってることっていうのはやっぱりそのなんていうかなまあそれやってない会社もあるかもしれないけどやっぱそれってお客様が結果にコミットするってお客様が求めてるものを必ず提供するとっていうお約束だから、うん、だからそれがやっぱり高田さんの会社だってさやっぱり何が求めてるか一生懸命いつも考えてるじゃん高田さん、ね、である意味それが叶えられなかったら喜んで返金するわけでしょ、うんそうだねうん、だからそれってある意味うちは言葉に出してやってる会社ではあるけど高田さんのところは別にさ、うん、普通にそれを実行してる会社であって、うんだから結果にコミットするってのはある意味そういうこう、まあ、ある意味企業としてやるべきことというかねやっぱリスクはやっぱすごいなと、うん、結果にコミットって結構強烈だから、うん、だから広まるしだから認知されるけど、うん、結構あそこまでバシッと言っちゃうということは突っ込めるよね簡単に、うん、結果にコミットってゴルフ、うん、例えばライズアップゴルフやって結果にコミットって、うん、そんなん、うん、結果ってどこなんだとかそう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 コミットっていつなんだとか結構言い切ることでリスクを伴うけど、うん、それも言い切ってそれを上回ろうとしてるのがすごいなと思うし、うんうん、結果にコミットするってやると、まあ、今回ちゃんと分かったのは、うん、品質は絶対あるなと思ってまあね、うん、確かに、うん、そうかもしれないそれでやっぱりね分かったのってまずゴルフでやったのねゴルフでライズアップの後にそのゴルフで結果にコミットするとでスコアにコミットするとでスコアにコミットできなかったら全額返金しますよっていうのをやったわけ、うん、そしたらもううちのプロから初めすごい反対があって、まあ、業界の人はそうだよねそう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 でそれでそんなことやったらめちゃくちゃ返金出ますよみたいなこと言われてあそうなんだみたいなでもじゃあみんなは何のプロなのって言って教えることでお金もらうのってそれともちゃんとスコアを上げることのプロなのどっちなのって言ったらやっぱさすがにスコアを上げることだみたいな感じだったからでそれでじゃあやろうよって言ってやり始めたらプロがやっぱり途端にやっぱ緊張感出てきてそうねそうちゃんとやんないとやっぱりちゃんとお客様の約束を守らないと期待することに応えないとやっぱりちゃんとお金いただけないと、うん、ということで緊張感が高まってきてお客様にもちゃんと向き合うようになったし、うん、その結果お客様もちゃんとスコア上がってきて喜んでもらってでプロもやりがいが出てきてみたいな、はいはい、なんか結構ねその循環できたんだよ確かに KPI だねもうゴール設定だから、うん、進捗管理で一緒だし、うん、そうだねうちもだから通販って似てて例えばテレビ番組っていい番組作ったら視聴率で跳ね返ったり、うん、でもなんだろ こうドキュメンタリーとかちょっとドラマ仕立てのものだとメッセージを込めれば、うん、で伝わったかどうかっていう判断だけど、うん、うちの場合ってもう紹介して、うん、電話が鳴ったかどうかだから、うん、
そういう意味じゃうちも毎日結果がもう、うん、テレビでやってる中で一番結果がダイレクトに返ってくるのがうちだと思っていて、うんうん、だからテレビ出てくれてる MC のメンバーなんかってやっぱ、うん、すごいんだよね。その、うん、商品もだけどある意味自分の人気もちょっと含まれるようなところがあって、うん、だから先輩すごい売れたのに若手が出て全然売れないとか、うん、それこそうちの父親が出て、うん、同じ商品真似してやってんのに全然売れないって言ってやっぱ、うん、へこむ。でもそれでみんながどんどんブラッシュアップしてるから、うん、少しずつその人の色がついてくる。だから、うん、リスクだよね。結局リスクを負わないと人って成長しないっていうのは間違いないよね。その通りだね。でもいい言葉使うなと思ったけどな、うん、あれ聞いた時、うん、つい言ってるもん。なんか雑談でもコミットしようよとか会議で社員にこれ客観上コミットしようとか言うとちょっと照れるもんね。なんか、うんうんうん、俺もちょっと言いづらくなってる。会議でパクってるみたいな言いづらくなってる。いいんじゃないですか。